はい、どうもこんにちは。夫婦でエンゲムのふみこです。ファイアエムブレム無双続きをやっていきたいと思います。前回終了してからちょっと日にちが空きまして、それまでの間に、取り逃したアンナの記憶があったところのを取ったり、紋章をでつけられるだけつけたり、少しレベル上げたり、そこまでちょっと、それだけちょっとやらせてもらってました。章は全く進んでません。なので、これからちょっと進めていきたいと思います。早速いきたいと思います。五章、竜の祭壇。なんか、すでにクロムが出撃不可って書いてあって、あー、マジかーってなってるんだけど、やっていきたいと思います。もうそろそろ竜の祭壇よね。ファウダーは何を企んでいるのかしら。そんな言ってみればわかるだろうな、ルフレ。ルフレ大丈夫か。ああ、ルフレどうかしたのか。ここのところよく眠れなくて、それにこの頭痛はなんだ。ルフレさん、顔色が優れませんね。休んでいた方が。そうだね。また戦いになるだろうし、後方で待機させてもらおうかな。敵に襲われでもしたら心配だ。俺も軍の後方にいて様子を見よう。すまないクロム。クロムさんが近くにいれば安心ですね。お願いします。竜の祭壇の方は俺やマルスたちに任せてくれよな。いや、僕はしばらく一人で行動させてもらう。え、一緒に戦ってくれるんじゃないのか。すまない、どうしても気になることがあってね。片付き次第合流するよ。マルスさん、わかりました。さあ皆さん、気を引き締め直して進みましょう。この展開、覚醒をやってる人だったらなんとなく読めますよね、これ。あ、ちょっと先が楽しみになってきたんで早くクリアしたいと思います。ワク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 。出撃メンバーが今はピアモとリズとフレデリックだけかな。はい、入れ替え、違う、入れ替えじゃない。キャラクター変更したとしても多分いないから、このままで行くしかない。そうすると、どうしようかな。そこにもういるんだよね。とりあえずこのまま進めるか。とりあえず指示だけさせてもらって、ね、相手誰か、ソルジャー、槍持ってっから、逆向こうがいいかな。これが、これも槍か。しょうがない。じゃあ、ここは。何リズちゃん。ここに行って。シスターだけど、敵、やってきてください。ここに剣士いるし、ね、よっしゃ。わかったわ。はい。取り手もできるのか。取り手兵器を。承知しました。何？了解。よし、こんな感じで行こうと思います。じゃあ早速。よろしいですか？あと、どうなるか。行きましょう。不安ですが。俺は行くぞい。あれが竜の祭壇か。ファウダーを倒し、儀式を止めなければ。いいですか？しないで。この暗闇の障壁がある限り、他の者が壁を越えることはできぬ。あの壁を作り出してる奴がいるはずだぜ。探しながら敵陣に突っ込む。食らっちゃったじゃんかよ。ミッション開始です。はい、了解、行きまーす。こっちは空いてない。
門を突破し、まだまだ精進させていただきます。綺麗な壁だな。行きましょう。さすが。次はもっと強くなってみせるわ。うまくいきました。来たか。運命など変わらぬことを奴らに教えてやれ。よいしょ。おりゃー、拠点取ったり。クロムのいるところまで攻め込まれるようじゃやばい。この地形、ペガサスなら越えられる場所があるかもしれないわ。よし、なんだって。はあ、なるほど。うまくいきました。さて、次はどうしましょうか。開門しました。敵に迫るのはいいけど、後方にいるクロム様のことも気をつけなきゃね。おー、危ない危ない。めっちゃ指じゃないですか。うまくいきました。開門しました。鬼のようだな。すんげえ強いぞ。報告します。そこの方、どうか私をお救いください。どこに。誰か襲われているわ。すぐに助けないと。ミッション開始です。ここでいいのか。無双で叩き切ってみると。覚悟はいい。危ない危ない。やりましたね。素晴らしいご活躍ですね。いいね。力が溢れてくる。おお、素晴らしい、素晴らしい成長です。わかりました。実は奴らが祭壇で毒斬りの魔法を準備しているのを見てしまって。いいですか。しないで。毒斬り、貴重な情報をありがとう。それにしても厄介ね。やりましたね。制圧しました。とりあえずもう敵の頭を取る。また討伐数稼いだ方がいいのは分かってるんだけど。苦戦です。助けましょう。お、マジか。これは困ったことになりましたね。じゃあ私がやる。ならば私が取ろう。よいしょ。あ、めっちゃ引いてく、めっちゃ引いてく。めっちゃ、めっちゃ爽快これ。鬼のような攻撃だなこれ。よいしょ。あ、フレディリックさん上がりました。こんなにも強くなれるとは思いませんでした。無駄な抵抗をする者どもめ、打ち取って楽にしてやれ。気をつけましょう。
敵が動き出したみたいです。制圧しました。すみませんね。よっしゃ。あ、やば、ここは届いたんぞ。相手が斧に、剣じゃないか。負けてしまう。負けてしまうと言いながらどんどん攻め込んでいく私。おっと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 、おっと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 。最近ガード覚えたんですよ。知らなかったんですけど、ZL でした。どうにかしないと。急いでください。ちょっとこの人倒したらすぐティアモンするんで。そういえば先ほど毒斬りの魔法が仕掛けられていた。とりあえず一人あやする。あやさ通しに行こう。怪しい敵がいたら逃さず打ち倒しておくのがいいでしょう。ミッション開始です。羽橋を動かせば祭壇から本拠地へと戻れそうです。いいですか。その言ってた飛行のマーク、あーそこね、了解です。今気がつきました。走れー、行けー。行け行け。めっちゃ地図見ながら走って。ここな、ここな。報告します。越えられそうな崖があったわ。買いに行きましょう。始めちゃうわよ。やりましたね。敵を圧倒している。想像をはるかに上回る強さだ。そんなもったいないお言葉です。あ、線越えたんだ。制圧しました。強いな。よくしょー。これは困ったことになりましたね。我が主のために。苦戦と聞いたら私が使う。全力で参ります。ミッション成功です。うまくことが運びましたね。やりましたね。あ、ここダメか。ここは飛行ルートか。さあ、拠点を押さえるぞ。そこにいるな、そこにいるな、そこにいるな。とりあえず目についたから取る。この買い物絶対来そう。いいね。まだまだ精進させていただきます。よし、いいね。すんごい、何が起こってるのか自分でもよく分かった。鬼のような攻撃だな、これ。よく生きてるよな。買えませんでした。あ、あんないたの全然気づかなかった。いや、後でやってきます。成果はいまいちだったわね。
だけなのか知ってるね。完全に3スクリーンで負けてる状態なんだけど、やってるのちょっと実際の FE だったら考えられないことなんですけど、斧が剣士に挑むとかちょっと頭おかしいでしょ。よし、ただでさえ命中が低い斧だから普通はやらないんですけど、無双なんで観念してくださいって。これ下ろさなきゃいけない感じか。ちょっと私はここで、なんかここにあるの、あーこれか。やりましたぞ。同霊王になりましたね。これで壁は消えたぜ。さあ残るはファウダーだけだ。そうか、ミッション開始です。行くぞ。思い通りにはさせぬぞ。ミクロでいけないよね。だからちょっとどっかでティアモさんと合流して、その前にそうすると弓を倒しておかなって。ああやっぱりやっぱそうなった。まさか操られて。ミッション開始です。なんだって。勝利条件変更です。味方の援軍ですね。様子がおかしいと思って見張っていたが、やはりか。彼の命は奪わせない。陥落してしまいました。そいつ戻ってやれんのよ。多分一番足早いのこいつだ。なんかちょっと鬼のようなことしてるけど大丈夫かなこの人たち。やばいやばい、めっちゃ積もるんだけど。どこまで運ぶんだろう。やばいやばい、超楽しい。あ、やっと落とした。増援が来た。あ、これめっちゃ遠回りさせられるな。敵の増援です。進軍開始です。お、撃破してくれた、ありがとう。よいしょ。ここはちょっとルフレさん、多少痛いかもしれませんが我慢していただきますよ。隙ありですよ。お、ティアモちゃんが上がってる。あら、全上がり、いいね。やりましたね。すごい、私感動しちゃった。ミッション成功です。ルフレ、大丈夫か。クラム、ここはどこだ。森に入ったあたりからの記憶が曖昧で。よかった、正気を取り戻したんだな。詳しい話は後にして、今は休め。ごめんクラム、迷惑をかけたんだね。お言葉に甘えて少し休ませてもらうよ。前に出ます。運命にはあらがえぬぞ。来るがいい、愚か者どもよ。ここであなたを倒す。逃がしはしないわ。逃がさないのはこちらの方だ。変わるつもりはなかった。あ、もう突撃してました。私制圧しました。終わりにしましょう。まあいいかな、魔導士はいる。
キヤモちゃんなら魔法高いから何が起こってるのかさっぱりわかりません。ミッション成功です。あ、終わりました。今は飛行だが、このような運命は認めぬぞ。ニューヒュー。ルフレさんは正気に戻り、敵の将も倒れた。この戦い、我々の勝利です。もう儀式に使われないように、この祭壇は封印した方がいいでしょう。この仮面はもう必要ありませんね。皆さんのおかげで儀式を止めることができましたから。私の名はルキナ。クロムさんたちと同じ世界から来ました。ただクロムさんたちと私たちの違いは、私たちがクロムさんのいる世界の未来からやってきたということです。未来から、私たちってことはルキナさんの他にも？とうとう気づかれてしまったか。そう、俺はかつての英雄の血をこの体に巡らせ、この世界へと舞い降りた選ばれし光の一つ。手短に頼む。俺、未来から来たリズの息子なんです。そうなんだよ母さん、俺未来から来たあんたの息子なんだ。どうすれば信じてもらえるんだ。そうだ、これは実の子である俺しか知らない秘密なんだが。ちょっと待って、リズの息子。まさか。聖王の印、お前は。お父様。落ち着いたか。はい、お父様。お父様か。いやですか。好きに呼んでくれて構わない。少しむずがゆいかな。クロム、ルキナ、ちょっといいか。クロム様、失礼いたします。偵察に出ていた兵が重要な情報をつかみました。この世界のものと異なる軍装をまとった勢力が2つ現れ、互いに争っていると。もしかして私たちみたいに別の世界から来ちゃった人たちなのかな。そうだとしたら、きっと異界の英雄がいるに違いない。会いに行こう。いや、接触は慎重にすべきだな。争いに巻き込まれるのは避けたい。今我が体を稲妻が走り、英雄をめぐる献身な童貞に光が差した。本当ですか、ウード。それでどんな方法が。あ、うん、ウード、分かりやすく頼む。はい、俺たちも二手に分かれて二つの軍に接触したらどうかなって。しかし戦力の分散には危険が伴います。もし戦いにでもなれば大変です。それはあるね。ただ少ない人数の方が敵に見つかりにくくもなるよ。そうですね。あまり時間もない。多少の危険を冒しても二手に分かれましょう。ああ、ルキナにウードの言葉が通じてるのが本当に愛しい。やばい。私普通に覚醒で子供世代では、ウードとルキナをくっつけましたので、とても嬉しいです、この組み合わせ。あと、ルキナが、クロムに自分が娘だと伝えるイベントは、覚醒本編の方で泣きました。感動的ですよね。好きなんです、あのイベント。結構覚醒楽しかったなーって思います。いや、なんか、ゴールドもえらい入ってきた。あー、ちょっとでもなー、アンナーを見つけられなかった。全く気づかなかった。これはちょっと後でやっておきまーす。皆様をお守りすることができたようですね。よし、フレデリクさん、参りました。12です。こんなにも強くなれるとは思いませんでした。
魔力1。いいね。魔導しよっか。それでね、槍、剣、斧、剣、傷薬。あ、マサープルフだ。魔導書が来たから魔導士が育てられるんだな。よろしくな。おう、シオンがプレイアブルになった。サクなら任せね。ルフでも仲間になりました。よろしくお願いします。新しく追加されました。あれ あれえ、あれ、ちょっと待ってちょっと待って、受け入れがたいちょっと待って、泣きそう泣きそう、つらい待って待ってええあ、うん、うん。うん。なんか、ついに分岐しました。ここで多分選べるんでしょうね。ああ。そうですか。ああ。これでじゃあ覚醒は、一区切りということで、次は、イフですね。見た感じ。いいっすね。イフですか。ああ。うん、それよりもちょっとウードが入らなかったことのショックが今すごく大きいです。ちょっと、じゃあこの先まだイフがあるんで、そっちに期待してもいいのかなと、ちょっと今、期待させてもらおうかなって、思ってます。はぁ、あ。とりあえず、5章クリアいたしました。ちょっとアンナの記憶は、本当にちょっとマジで悔しい。全く気がつかなかったけども。後で、やっておきたいと思います。で、今日はではこの辺でおしまいにしておこうと思います。またよろしければ見に来てやってください。それじゃあ、バイバーイ。